どうも、皆さんこんにちは。霊夢と、マリサだぜ。今日は何をするかというと、サムネイルとタイトルを見てもらった通り、マクロの組み方を教えたいと思います。ちなみに、悪用厳禁なんだぜ。では、早速やっていこう。ゆっくりしていってね。ということで、警告を読んでもらえたかな？読んでない人は、今すぐに読め。わかったかな？では、僕のデスクトップへゴー。で、マズロジブル GHUB ってソフトを開いて、接続してあるマウスを押すんだ。そしたら、マクロと書いてあるのでマクロを押してね。で、新しいマクロを作成をクリックしてね。そしたら、名前をつけてね。そしたら、保持中に反復を押してね。今すぐ起動を押して。キーストロークを記録を押してね。そしたら、編集キーと左のマウスクリックを2回繰り返してね。終わったら、記録を停止を押してね。画面と一緒になったら OK。その後、右上のキートーンキーアップをマウジを押して、キーの上に矢印が表示されるから、上矢印で固める、下矢印で固めて、ください。画面と一緒にしてね。そしたら、標準のチェーンを使用のチェックを外してください。ミリ秒って表示されてる上の数字を1に変えてください。これで完了保存を押してください。で、設定したいところを押して、さっき作ったマクロの設定を押すとマクロが入りました。これで、完了です。おまけ。